はいどうも。ガヤ担当のゆっくりマリサと。プレイ担当のゆっくり霊夢よ。ご視聴ありがとね。ついに窓口でプラチナティア1に到達しました。というわけで今日は何の動画かもうわかってるわよねマリサ。もちろんだぜ。霊夢が一体どんな汚い手を使ってティア1になったのか楽しみだな。使ってねえよ。だとしたらこんな堂々と動画にするわけないでしょ。ご不足になってよ。お前それが言いたかっただけだろ。ところでプラチナティア1って具体的にどれぐらいすごいんだ？そうね、先行展開をしている間に説明入れましょうか。マスターデュエルのランク戦は大きく分けると5種類の階級があるんだけど、そこからさらに細分化されていて、合計で22種類のランクが存在するのよ。ルーキー、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ。これが最初に言った5種類の階級で、そこからさらにティアという分かれ方がルーキー1、それ以外は5まであるな。色分けはマリサが言った順番が低い順、ティアは数字が小さいほど上の階級ね。ランクデュエルでは同じ色同士でマッチングし、勝敗によって階級が上下するシステムね。負けると下がっちまうのか。例えばあと3勝で昇格って時に負けちゃうとあと4勝で昇格という条件に落とされちゃうのよ。あと5勝で昇格って時に負けちゃうと1つ下のランクに降格しちゃうわね。ランクを上げるには安定して勝ち続ける必要があるってことか。しかも同じ色でマッチングするから相手が上のティアってデュエルも少なくないわよ。つまり格上とのデュエルもある中で勝ちを積み重ねないとプラチナティア1にはなれないと。それを一般的には環境外と言われるマドルチェデッキで私は成し遂げたのよ。それってどれぐらいすごいの？今説明しただろ。無限ループ入ろうとしてんじゃねえよ。いやだってそんな細かに説明されても伝わんないんだもん。どれぐらいすごいかもっとわかりやすく言ってくれよ。十分わかりやすかったでしょうがよ。コンビニで買い物したら偶然777円だった時ぐらいすごい。バカにしてんのかてめえ。なんで私の必死の努力の結晶が日常生活のラッキーと同程度なんだよ。まあでも言いたいことはわかったわよ。どれほどすごいか別のもので例えろってことね。プラチナは最上位のランク。非常に強力な環境デッキがひしめく魔境。カードパワーだけ見ればそれらにどうしても見劣りするマドルチェで、私は頂点に上り詰めた。オートレースに三輪車で参加して優勝するぐらいすごいかな。それは明らかに盛りすぎだろ。そもそも参加できなくてお前の不先輩だよそれじゃ。と、話してるうちに私の先行盤面が完成してきたわね。それじゃお相手さんに画面の前の視聴者さん、しっかりと見ていってもらおうじゃないの。私の頂点を取ったマドルで。こちらがマドルチェだと見せただけで相手の戦意をくじく。これがティア1マドルチェ。お前のソリティアが長すぎるだけだわ。まったく、別にマドルチェはそこまでソリティアが長いテーマじゃないわよ。ずっと使ってるだけあってお前手際いいもんな。だとしたらお相手さんよっぽど霊夢とデュエルするの嫌だったんだろうな。私とデュエルするの嫌ってなんだよ。なんで私顔も知らない人に嫌われてんのよ。まあ気を取り直して次のデュエル行きましょう。高校を取った場合手札誘発とスールの相性が最悪なのがマドルチェの悩みどころな。は？先行取ってサレンダーするなんてお相手さんよっぽど霊夢とデュエルするの嫌だったんだろうな。さっきから私とデュエルするの嫌な奴多すぎだろ。そういえばちょっと前に相手に強制的にサレンダーさせるチートが流行ったよな。いやこのタイミングでその話題を出すのは悪意がある。視聴者が本当に勘違いしたらどうすんだよ。じゃあ単に霊夢がみんなに嫌われてるってだけか。もうそれでいいです。まあいいわ。再度気を取り直して次のデュエル行くわよ。大丈夫？次の対戦相手探す前にお風呂入ってきた方がいいんじゃない？カードゲームで対戦したくない奴イコール臭いみたいなのやめなさい。霊夢ちゃんからは女の子特有のいい匂いしかしないに決まってんでしょうが。しかしお相手が出してきたのは霊夢よりいい匂いがしそうな戦闘機霊。その女ずっと戦場にいるから汗臭いわよ。戦闘機は霊を起点に4種のリンク位置と豊富な魔法カードを駆使して戦うテーマね。雫はサーチ効果を持ってるから無限包容で止めるわよ。無限包容は自分の場にカードがないと手札から発動でき、相手モンスターの効果を無効にするぜ。トラップカードだからうららすくやゴキブリレと違ってスールの効果を邪魔しないのがいいのよね。エンジェリーから指導しようとしたらお相手さんも無限包容伏せてたぜ。エンジェリー止められちゃったわね。でも効果を使うわよ。次のターンに後方人の餌にな。あちゃー、お相手さん釣られちゃったわね。これどういう状況だ？エンジェリーの効果無効になってたんだろ？そうよ、でも発動自体はできるから発動コストで墓地に送っとこうと思ったの。そしたらお相手さん発動したモンスターが墓地に行くと効果が有効になると勘違いしたんでしょうね。おそらくスキルドレインの処理と混同したわね。おかげでうらら無駄打ちしてくれて助かったわ。つまり無効になると分かっていながら自信満々で効果を発動することでうららを釣り出したと。姑息な手使ってんじゃねえか。別に卑怯でもなんでもねえよ。そもそも私はエンジェリーを墓地に送りたかっただけだっての。遊戯王のルールは複雑なのよ。でもスキドレも無限包容も環境でよく見るカード。すべてのカードを把握しろとは言わないけど、遭遇率の高いカードの処理は正確に覚えとかなきゃ。たった一度のプレイングミスが敗北に直結することだってあるんだからね。ちなみにここ今更ゴキブリュレ売ってますけど雫がリンク素材になることは明らかだったので、メイン位置開始時に打つべきでした。お前もプレミしてんじゃねえか。そんなんで人様に偉そうに語ってんじゃねえよ。
その後相手さん早手を雫に変え移動サーチ。マルチロールの効果でエンゲージをセットしたわ。返しにこちらが金券でハカーナの指名者を回収。予定通りホーストからいつもの展開ルートに繋げたぜ。ただここでギャラミスを出して雫とエンゲージを処理しに行くわよ。エンゲージはマルチロールの効果で除外。雫が場を離れたことで墓地から霊が出てくるぜ。ハカーナは霊に当てましょうか。展開ついでのグラスフレで戻したかったけど屋敷わらし当てられたのよね。手札誘発もなさそうだしな。これで相手の盤面は崩壊寸前だぜ。その後フル展開したマドルチェたちで総攻撃。金券使ってるから戦闘ダメージ半減で勝負はまだつかないぜ。シスタルトとグラスフレ構えて盤を渡すわ。グラスフレの墓地干渉とプロムナードの万能無効。いつもの布陣で迎え撃つぜ。霊から出てくる4種の戦闘機、あと2体見せてもらってないし出してもいいのよ。霊から4人の女の子が出てくるなんて、それなんて遊戯王アークブイ。移動をプロムナードで無効にして、グラスフレの効果で相手の墓地の魔法を減らしましょう。戦闘機にとって墓地の魔法を減らされるのはかなりきついだろうな。エンゲージスビッチしたのか。移動はおとりだったかな。まずいぞ、プロムナードはもう使っちまったし、霊から出てくるルリを止める手段がねえ。彼女はルリではない。リンク召喚せず霊の効果を使うみたいだぜ。あっ、お相手さんそれは。え、なんだ、何もしてないのに霊の効果が無効になってお相手さんサレンダーしたぞ。お前やっぱり姑息な手を。だから使ってないって言ってるだろ。今のは前の私のターンにハカーナの指名者で霊の効果を無効にしたのが続いてたのよ。ハカーナの指名者の効果は使用した次のターンの終了時まで続くからね。あーなるほど、前のターン使ったカードの効果がまだ切れてなかったってわけか。それじゃ次がラストデュエルね。最後は気持ちよく勝って終わりましょう。先行取ったんでエンジェリー指導の盤面でインド。プロムナード以外の伏せは無限法要と天狼接獄だな。相手のデッキはアットイブニスター。展開力の非常に高いサイバース族のテーマね。こういう相手って無効札を展開途中で打つか着地したモンスターに取っとくかすげえ悩むんだよな。指導札と寝ても展開止まらないこと多いもんね。そういう時はマストカウンターを見極めるのよ。これがマドルチェでティア1になるための方法その1です。え、何急に。冒頭マリサのせいで言いそびれちゃったけど、これはマドルチェで勝つための方法を伝授する動画なので今からそれを教えます。いや、そうならもっと早いうちにやれや。それ知りたくてこの動画開いた人もう全員帰っちゃってるぞ。さて、マストカウンターとは通してしまうとほぼ負けが直結してしまうようなカードのこと。話聞けや。妨害札にも限りがあるので、どのカードに対して使用するかは慎重に見極めねばならず、特に環境外のデッキを握る場合はこれを意識しないと簡単にカードパワーの差で押し切られるわ。今私がプロムナードで無効にしたイブニスターアイランドは複数回使える展開カード。アットイブニスターの展開の根幹を支えるカードなので、ぜひ封じたいカードの1枚と言えるでしょう。まあ2枚目出されたんですけど。対戦ありがとうございました。まだ負けじゃねえよ。別に狙い自体は間違ってたわけじゃないから切り替えていくわよ。こちらの妨害手段は残り3枚。それらも的確な場面で発動する必要があるってことか。でも展開手段が複雑すぎて、どこに妨害を当てたらいいか全然わかんないんだぜ。そうならないためにどうしたらいいと思う。対戦相手にどこ止められるのが一番辛いか聞くとか。教えてくれるわけねえだろ。そもそも対戦中にコンタクト取る機能がねえよ。マストカウンターを決めるのに大切なのは、相手がどのような盤面を目指しているか予測すること。自分が握ってる妨害札が最終的に着地するモンスターに通用するのかどうか。するならそれまで隠し持っておくべきだし、しないならそいつにアクセスする札に打つ必要がある。つまり環境でよく見るカードの効果を理解すること。さっきもそんなこと言ってたよな。環境デッキを実際に自分で回してみるのが一番いいんだけど、デッキ組むのにもお金かかるしね。だから自分で使ってみるまではいかなくても、どんな盤面を目指すデッキでそこに至るまでにどんなカードを軸にどう展開していくのか、最低でもそれぐらいは知っておきたいわね。例えば今対戦してるアットイブニスターの最終盤面によく見るのがジアライバル。高打点で他のカード効果を受けないこいつを出されると勝ち目がなくなるから、絶対止めなければいけない。無限法要も天狼接獄も効かないから、この場合そいつに繋がるモンスターに使わなきゃいけないのか。つまりここのトランスコードは絶対に止める。スプラッシュ明治を蘇生されて効果使われると、それでリンク6のモンスターを出す準備が整うからね。マストカウンターを決めるために知識を深める。これがマドルチェで環境で勝ち抜く二つ目の方法。いや、これだと一つ目の方法と言いたいことかぶってないか。あれ、動画のタイトル変えた方がいい。なんとまとめてから話し出せや。見切り発車で解説し出すからそうなるんだろ。あっ、お相手さんそこは。お、なんだなんだ。またしても何もしてないのに相手のカード無効になったぞ。今度こそ姑息な手を。あんたもしつこいな。使ってないってずっと言ってるだろ。なんでちょっと嬉しそうな。猿合奏墓地に送るな。セットした無限法要が発動したターン、同じ縦列で発動したマトラは無効になるのよ。こういうプレミをしないためにもカードの効果を覚えておくのは重要。あっ、じゃあやっぱり二つ目の方法、知識を深めるでいいんじゃん。お前はもっと動画構成の知識を深めろ。アクセスコードに着地してきたので、天狼接獄でトランスコードとともに除外。これが答えたか。もう展開手段がないのか。お相手さんここでサレンダーね。どうもリサ。私のマストカウンター見極めたカードさばきは。いや、お前最後は気持ちよく勝ちたいとか言っておきながらめちゃくちゃ気持ち悪く勝ってんじゃねえか。気持ち悪く勝つってなんだよ。
それじゃ最後にデッキレシピを見ながら環境で勝ち抜く方法をおさらいしていきましょう。まず一つ目はマストカウンターを見極める。無効にできるからって考えなしに使ってるとカードパワーの差で押し負けるって話だったな。次に二つ目、環境にいるカードの知識を深める。マストカウンターを見極めるため、並びにプレミで勝ちを逃さないためだったな。そして三つ目、これが一番重要なんだけど。おお、さっきのデュエルでは出なかった三つ目の方法がついに明らかに。諦めない。そんな顔してどうしたのよマリサ。お前10分以上引っ張っといて最後の方法が根性論って許されると思ってんの。やばいこれはガチで切れていらっしゃる。いや本当に諦めないのが一番大事なんだって。動画では勝ち試合ばっか見せてるけど、私だって録画外ではタコ負けしてんのよ。それでも今言ったことを意識し実践して、勝ちを積み重ねることでティア1になれた。環境デッキにボコボコにされるのは多少仕方ない。大事なのは勝てる試合を落とさないこと。そのためには知識やプレイングもいるけど、マッチング運もあるし根気は必ず必要なのよ。だから諦めない心が一番大切なのよ。はいそれじゃあ綺麗事でまと綺麗にまとめたところでレシピ解説お願いします。お前今綺麗事って言ったろ。マドルチェと手札誘発の比率はよく見る通りね。チケットとマドルチェナイツは抜いて汎用カードを集めに。汎用は金券と墓穴と抹殺以外は自由枠ね。何を重く見るかで敵に入れ替えてちょうだい。私はスキドレイルドを重く見てバック除去にパンクラ、月書や雪獄を多めにチョイスしたわ。特に月書や雪獄は刺さらないデッキなんてほぼないし、レアリティも低いから一度使ってみるといいと思うわ。みんなもぜひこの動画で言ったことやレシピを参考にしてティア1を目指してみてくれ。この動画が良かったよって人は高評価を、良くなかったよって人は良さがわかるまで何度でも見返してください。高評価しないと出られない部屋。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。最後にこれからティア1を目指す人に向けて必ず成功する雨乞いの話をして終わろうと思います。アフリカに絶対雨乞いを成功させるという部族がおり、彼らが儀式をすると必ず雨が降るそうです。その秘訣は太古から現代に脈々と受け継がれ、ティア1を目指す際にも同じことが言えるのです。雨乞いを必ず成功させる？天地すらも操るってそりゃすごいな。一体どんな秘訣が？遊戯王とどう関係が？雨が降るまで踊り続ける。結局根性論じゃねえか。